マネシツグミは、スズメメマネシツグミ科に分類される鳥類の一種。中米南米に生息するマネシツグミの仲間のうち、北米で繁殖する唯一のトネである。全長は23から28センチメートル。頭部と背中が淡い灰色。腹部が白か灰色を帯びた白の羽毛で覆われている。翼の色は、体と比べて濃く、全体的に黒色で、初列風切り派の根元に白い部分がある。 顔は長くて黒く、外側が白い羽となっている。くちばしは細くて短い。顔は、くちばしから目に向かって、黒の筋が横切ったような模様をしている。農地や公園などの住宅があるところや草木の、生い茂った草原や、砂漠の低木林など器が生えている場所に生息する。植生は雑食でバッタ、あり、蜘甲虫などの無脊椎動物やトカゲなどの小型の、脊椎動物といった、 動物性のものと果実やベリー系の植物性のものを食べる。鳴き声を発するのは主にオスの真似しつぐみで、他のオスから自分の縄張りを守るための警告や繁殖期に交尾相手を誘うために鳴く。さえずりの合間には様々な鳴き真似を散りばめ、鳴き真似は別の種類の鳥の鳴き声や犬の鳴き声、ピアノの音や車のクラクションまで真似ることができる。繁殖期は春から 夏の間で、真似しつぐみのつがいは、オスメスともに相手に忠実で生涯にわたりつがいの、関係を保ち続ける場合が多い。巣は、地上15メートルほどの高さのある樹木に、小枝や草だけでなく人工の素材を使って作られる。交尾後、メスは、茶色か赤みを帯びた青、または緑色の卵2から6個産む。卵は11から14日間の放卵期間を経て、雛鳥が孵化し、 卵から帰って2週間のうちに巣から離れられるようになる。繁殖期間中は攻撃的な性格になり、自分の巣に近づくものがいれば動物であっても人間であっても襲いかかってくる。アメリカ合衆国、メキシコ全域で見られる。また、北はカナダ南部、南はダイアンティル諸島やバハマ諸島にまで生息している。1960年に出版されたハーパーリーの小説、 アラバマ物語の現代は、ツーキル、A モッキンバードとマネシツグミの名が使われている。この本の中で、マネシツグミは、無力な個人に対する迫害の象徴として扱われた。また1950年代初めには、当時の CIA 長官、アレンダレスによって、モッキンバード作戦と呼ばれる、情報統制活動が行われた。名前は、真似しツぐが様々な音を鳴き真似する特性から、 CIA の望むことをそのままモノマネをするかのように、叫んでくれるメディアを作ろうという意味を持つと言われている。バードリフ・インターナショナル、ミマス・パリグラトス。IUCN レッドリストオブセレクト e c t a ー d s p バージョン2006、インターナショナル・ユニオン・フォー・コンサーベーション・オブ・ネイチャー。2006年5月12日、閲覧、リンク先のデータベースに本種が、リースト・コンサーンと判断された理由の記述がある。 小宮ア之ル学研の図鑑ライブ股館長学研教育出版、2014年、195ページ。ABCDE イブプレイヤー、アデュ、ミマスパリグラトス、インフォメーション。ANIMALDIVERSITY.UMMZ.UMICH.EDU、e、2018年5月28日閲覧、ABCDE プレイヤー、バイキズキッズ。 インクワイアリーオブダイバーススピーシーズ、ミモスパリグラトスノーザンモッキングバードインフォメーションアニュマルダイバーシティウェブ2018年6月18日閲覧ミモスパリグラトスケントギルバートやっと自虐史観のアホらしさに気づいた日本人 Php 研究所 pp 68プキ 5697K6785 兆2100億8381万 2, 2>、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、id イコールプックスファドアフバッジピコグラムイコール pt68 ありがとうございます。